この先にはきっとジェネシスがいる。復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と。遅かったな。またラブレスか。お前はアンジールの思いを継承し、セフィロスの一部をその身に受け継ぐ。親友の再会が果たされたというわけだ。これでラブレスが再現された。違う、目を覚ませジェネシス。獣たちの戦いが世に終わりをもたらす時、俺はあんたを救いに来た。暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。なんだよそれ。女神の贈り物、バノーラの自然が生んだ神秘だ。贈り物は細胞じゃなかったのかよ。解釈はいくらでも可能だ。わかんねえよ。思いを巡らせること自体もまた贈り物。みんな星に帰るのさ。もちろんお前も。今や俺は星の加護を受ける。復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と。君の安らかなる眠り。もしかしてあんたは最初から。
ソルジャークラスファーストザックス。どいつもこいつも俺に押し付けやがって。シンラが来た。喋んなくていいよ。あいつが一緒に戦ってくれた。お前統括。ありがとうな。よし、一緒に食おう。本物じゃなくて悪いけどな。うまいか。ああ、女神の
贈り物か。このリンゴが？え？アンジール、夢が叶った。元気ですか？どこにいますか？あれから4年です。そしてこの手紙は89通目。でももう出す当てがありません。最後の手紙はあなたに届きますように。ザックス、お花は売れ行き好調です。みんな笑顔になります。ザックスのおかげだね、エアリス。4年って最後ってなんだよ。エアリス、待ってるよ。お前も絶対生きろよ。僕たちを出すなんてよほど重要な任務なんでしょうね。我らの兄となる存在らしい。そうですか。ただ彼は果たして受け入れるのか。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。星の希望の雫となりて、地の果て、空の彼方、遥かなる水面、密かなる見えとなろう。システ、軍も動き出した。奴らよりも先に確保しろ。分かってるわ。軍は加減を知らないもの。生きたままだ。必ずだぞ。お前がザックスの命を救うんだ。もちろん。私の本当の名前まだ教えてないよ。
彼らだ。頼む、手紙を渡したいんだ。88通もある。冗談だよ。お前を放り出したりはしないよ。友達だろ。こんな荒野でたった二人ぽっちを見つけるなんて不可能だぞと。あらゆる任務を遂行するのがタークスだぞと。それに孫さんは渡すものがあるらしい。ターゲットに、不良郵便や一年越しの仕事だぞと。レノ、ルード、状況は？全然だぞと。そっちは？同じく。これからポイント2、3号へ向かうわ。レノ、ルードはポイント1、2、0へ。了解。急ぐぞと。ったくよ、自由の代償は高いぜ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな！いらっしゃいませ！Activating combat mode. はっ！しまった！プレゼントされた。トークス、アンジーロは失敗するよろしくお願いします。その人の手にしないしっかり受けなさいよ。ザックス、後でね。もしもし、
Activating combat mode.